こんにちは、マリデンタルクリニックの院長黒沢マリコです。動画を最後までご覧ください。マリデンタルクリニックは患者さんの要望と悩みに向き合い相談しながら治療ができる歯科医院です。治療後はメンテナンスを継続し、できるだけ長く楽しくお食事ができるお手伝いをします。お口は健康の入り口、皆様の健康をサポートします。性格が違うようにお口の中も一人一人違います。また生活習慣や食生活も違うので、栄養療法、歯ブラシ指導もその人に合うお話をするようにしています。そしてお口が開きにくい方は施術をする順番を気をつけています。感染症対策として治療に入る前にポイクォーターでうがいをしてもらいます。口腔内の毛細血管から全身に歯周病菌が回ってしまうのを防ぎます。患者さん一人一人に使う器具は消毒滅菌をして安心して通っていただけるように心がけています。コロナの流行後はより安心していただけるよう最新のクラス B の滅菌器を使用しています。マリデンタルクリニックはスタッフと患者さんの距離が近いので、とてもアットホームな歯科医院です。女性スタッフならではの清潔感や細やかな気配りができる歯科医院です。金属アレルギーの方が銀歯から白い歯へ治療される患者さんが多いです。治療だけでなく予防のためにお越しになる患者さんが多いのもマリデンタルクリニックの特徴です。スタッフが元気に笑顔で対応しており、患者さんは安心して通院していただけると思います。院長先生や歯科衛生士には聞きづらいことは受付でコミュニケーションを図り、不安を解消し気持ちよく書いていただけるように心がけています。院長先生は治療に入る前に丁寧に説明されますので、患者さんからの信頼が厚いと感じています。女性の先生なのでお口の中の相談だけでなく、女性特有のお悩みを相談される患者さんもいらっしゃいます。最新の治療を患者さんに提供できるように常に勉強していますので、安心して通院できると思います。マリデンタルクリニックは治療前に必ず説明をして患者さんに納得してもらってから治療に入ります。いきなり治療を始めたりはしません。プロとしてのアドバイスはしますが、基本的に患者さん中心の治療を心がけておりますので、治療期間・費用についてご相談ください。医院の場所は産業通り沿いの柳町五差路近くにあります。駐車場はクリニック前2台をお使いください。当院の特徴は3つあります。1つは詰め物・かぶせ物は院内で作っているため、
1日で虫歯治療が終わります。セラミックやジルコニアの詰め物は体に優しい素材であり、見た目も自然です。2つ目は世界で一般的に利用されている粉と水を使ったエアフローを使用した歯周治療です。歯を傷つけることなく、痛みも少ない安心安全なメンテナンスです。3つ目は栄養療法を取り入れています。お口の悩みはもちろん、体で不調なこともご相談ください。患者さんには自分の家族と同じような治療をしたいと思っています。それなので銀歯を使った治療はしません。なぜならば銀歯の周りから虫歯を繰り返しやすく、金属アレルギーを引き起こすことが多くあるからです。金属でないかぶせ物はセラミックとジルコニア、プラスチックがあります。あなたに合うかぶせ物をご提案いたしますので、ご相談ください。私たちは松戸、柏、市川周辺の患者さんに満足していただける治療を提供しております。マリデンタルクリニックへのご来院お待ちしてます。